東向観音寺は、京都市上京区観音寺門前町にある新聞州、千入寺派の純別閣本山の寺院。かつては、北の天馬宮の神宮寺であった。延暦25年、大納言、藤原小黒丸及び県坊氏が、官武天皇の直により創建した。当初は、朝日寺という名称だった。天暦元年に、観光病をこの地に移し、朝日寺の再鎮打が、 北の天満宮を混流して朝日寺を北の天満宮の神宮寺とし、大和元年には筑紫観世音寺より観光自作の十一面観音を将来して新たに本尊とした。王朝元年、無人女道修士が筑紫の観世音寺にぎして朝日寺の名称を観世音寺または観音寺と改め、天満宮ご本寺仏、北の神宮寺または奥の院とも称した。境内は、 次第に整備され、当時の本堂である観音堂が東を向いている。東向き観音の他にも、観音堂が西を向いている西向き観音もあった。が、数度の火災の後、西向き観音は廃絶されてしまった。北の天和宮の復興と合わせて、慶長十二年に、豊臣秀頼が片桐勝本を武行として、本堂を再建している。江戸時代に入ると一条家の祈願書となり、 一条家出身で明治天皇の皇后となった昭憲皇太后は結婚する以前に当時で勉学に励まれたと言われている。白衣官の運動はその外観自体の撮影が諸事情により禁止されている。ありがとうございます。